あれ小屋どこ？小屋の場所がわからなくなったんだけど。ここはどこでしょうか？あら？すでに迷子私。ほい！ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、さあ行きますかね。何？あー水がめっちゃ入ってきとる！やべえ。おいビルダーこっちへ来てくれ。はいはい。待ってね、その前に。助けてビルダー、船が壊れちゃうよ。そんな私に助け求めます？うおービルダー来てくれたのか。風と波で船が揺れて辺りの岩にぶつかったらしい。あの穴を塞がなければ船は沈む。貴様にはグローブがあるだろう。戦争にある木箱を運んであの穴を塞いでくれ。木箱も持ち運べるの？お、あ、すげえ。はーい、塞いでいきまーす。よいしょ。オッケー。あっという間。なにうおお、これは、まずいぞ。なに今度は。別の場所が？ああ、もうダメだ。ういー、また穴が。頼むビルダー。あそこの2つの穴も木箱で塞いでくれ。どんだけだよ。めっちゃ働かすやないか。え、ちょっと、スライム溺れないそれ。スライム、え、これは、はそういうことね。なるほど。よっ。は、いけない。こっちからか。ほっ。オッケー。君溺れてるよ。君はもう溺れてるよ、ちょっと。はい。そして、はい、もう一個。ここから上がっていけばよろしいね。あ、間違えた。はい、取って。ここか。オッケー、できたよ。はい。え？海水が骨身に染みる？え、でももう塞いだよ。え？防げてないのこれ。あ、もしかして中に置かないとダメとかそういうこと？あ、なるほどね。いいやん、もうこれで。どんだけだよ。どんだけだよ。あ、これでいいってこと？オッケー。じゃあこれもそこの奥に置けばいいってことね。はい。これでいいんすか？うおー、ビルダー。よく穴を塞いでくれたな。しかし、岩にぶつかって船全体が脆くなっている。いつまた穴が開いてもおかしくはな。あー、なに？いや、もう無理だ。くぎゃー、やはり。いや、もう。なに？ビルダー、貴様だけが頼りだ。頼む。あの3つの穴も木箱で塞いでくれ。マジかよ。まだ言うかよ。もう諦めろよ。もう諦めた方がいいってこれは。ほらほら。でまた崩れるんやろ？ふざけてる。オッケーっすかね、これで。あれ？あ、ここもか。まだだった。なるほど。ここもね。はい。これで OK でしょう。うおー、穴をすべて塞いでくれたんだな。一応ね。これで少しは持つだろう。その間に乗員を。あ、ダメ。ゲヒエ、今度はなんだ？あー。あー、あんなにでかい穴が。もうダメだ。うん、もうダメだと思う。うおー、ビルダー。何？死んだよ。確実にあの骨はバラバラになったよね。あ、ここでオープニングですか？ああ。これできっと私は見知らぬ島に、空っぽの島に流され着くわけですね。なんかめっちゃあがめよんやけど。何あれ。へえ！よろしくないよ。お。いやー、続きが気になります。今の続きが気になります。あれは。お。お、何？人？ビルダー仲間か？これは。どこなんだ？あ、すげえ。文字が。かっこいい。ドラゴンクエストビルダーズ2破壊神指導と空っ、本当に空っぽじゃね？空っぽの島。これか。何？髪型個性的すぎない？びっくりした。頭殴り出したかと思ったよ。何あの髪型。どうしたの？触覚が。気持ち悪い。めっちゃ気持ち悪い。すごいな。めっちゃ力持ちよね、この女の子。やば。あの人たちってあれじゃない？牢屋に捕まっとった人たちじゃない？違うかな？まあ、同じ顔のキャラクターがおってもおかしくはないか。あれやろ？村人 A 的な感じが違うんかな？お名前があるようなキャラクターならあれやけど。こうやってまた街を作っていくのね。うわー。でかいでかいでかすぎるよ。絶対無理だよ、そんな相手に。何？誰も救い出してくれてないんだけど。あの手は一体何だったの？なんか水超綺麗。どこかに流れ着いたようだ。辺りの様子を探ってみよう。ね、めっちゃ透明なんだけど水、やばくない？はっ。ちょっとね、ちゃんとこういうの。はい、しっかり素材を集めていく。これも多分なんか、あ、これ昆布？なるほど。これは取れないの？取れないのか。あ、宝箱あるよ。ん？どこからか人の声が聞こえる。何もない。誰もいない。ここはどこだ？俺は一体。声は壁の向こうからのようだ。砂の壁を壊して奥へ進んでみよう。なるほど。ちょっと待ってね。宝物が先。なるほど。ワカメか。これは普通、あ、違うね。あ、食べた。あ、食べた。速攻で食べた。この先か。てい。はっ。あ、あそこの上に人が立っとった、今。誰だ、誰だ。空っぽ島、始まりの無人島。何？無人島に街とかを作っていくってこと？でも人呼ぶの苦労するよ。ここから、なんやろ、船とか作ってどっか行ったりするんかな？いや、やばいな、岩だらけやん。本当に何もないの？空っぽ？それはちょっとやばいよ。ほら、あっこに人が。とりあえずちょっと私はね、いろんなものを破壊しながら行こうと思うの。このわけのわからん、お、なになに？赤い空か。まさかここは地獄か？それとも天国ってやつなのか？天国にしては何もなさすぎる。ん？おい、そこの女。貴様誰だ？こっちのセリフだけど、それ。こっちまで来ないのかーい。あ、来た来た来た。貴様どうやら生きてるらしいな。どうやってここに来た？気がついたらここだったんだよ。ほう、乗っていた船が沈没してここに流れ着いたらしいか。それで、貴様は何者なんだ？ビルダーです。ほう、ビルダー見習いのアユナか。なんだビルダーって。あれ？君は違うの？まあいい。面白いものを見せてやる。俺についてこい。なになに？俺の名前、シドーだ。さあ、こちらだよな。シドー？ちょっと待って。破壊神やん。一緒にいていいものなのか。これは破壊できないやつ？く。は。なに？全然破壊できない。破壊神シドーとビルダーが一緒にいてよろしいものなのか。は。ごめんね。ちょっといろんなものを集めながら行くから。だって絶対大事でしょ。なになに？この先？人が、これさっきの子たちじゃない？どうだ？ここの連中みんな死んでやがるんだ。なかなか面白くないよ。どうやらこの島で生きてるのは俺と貴様だけみたいだぜ。ってことはさっきの船はほんとここに流れ着いて、モンスターとしてどうなったんやろ？ん？乗っていた船で俺の姿を見なかったような気がするだと？そうか。だとしたら一体俺は、ゴホ、ガハ。お、生きてる。おい、あの女まだ息があるぞ。どうする？いっそ楽にしてやるか。殺すな、殺すな。この人は死んでるの？返事がないただの屍のようだ。なんてことだよ。あ、消えた！屍は波にさらわれ、海の彼方へと消えていった。つら。この子だけなの？はっ。この子だけなのか、生きてるのは。ここはどこ？私は一体。こっちを向け。わかる？あなたたち海賊ね。ルルの身ぐるみ剥がし器なんでしょ。うわー。待って。私のこと覚えてないの？なんだよ、ギャンギャンうるさい女だな。どうする？あの女、口が聞けないようにしてやるか。しないで。野蛮だぞ。てか、あれスライムじゃない？違うの？あ、ごめん、攻撃してきた。これスライムだよね。スライムが。スライムもお亡くなりに。みんな消えていくよ。モンスター、びっくりした。なんだ。なんかここに隠れてるけど。あの子あんなとこに隠れてんだけど。てか、何？スライムしかいなかったけど。他の骸骨たちは？ここから始めるのね。わかりやすい扉あるし。キャー、近寄らないで。ここはどこなの？ルルは一体。どうやらここは無人島ってやつみたいだな。瓦礫と砂と死体以外は何もない。あら。あなた、あの船に乗っていてビルダー見習いね。ニコニコして魔物の命令を聞いていた。どうするのよ、無人島なんかに流れ着いて。あなた責任取ってよね。関係なくね。全くもって関係なくね。助けが来るかもしれない。それまで何か作って待とうですって。そっか。あなたビルダーだもの。見習いでも少しは物を作れるのよね。ここにはボロの作業台もあるし。マジで？どっかあった？そうね。助けを待つ間に何か作るとしたら。壁じゃない？ミッション、ルルのお願い。かわいい、なんか。お部屋を作って。助けを待つなら、せめて雨や風を防げるお家が必要ね。お部屋は2段以上の壁と扉があれば完成するわ。この壊れたお家を利用すればできるはずよ。近くにある茶色い船の残骸をあなたのグローブで掴んで壁の隙間を埋めてみてちょうだい。いつ助けが来るかわからないもの。食べるものがなきゃ不安よね。なんかこのミニの絵かわいい、めっちゃ。近くの海岸に桃貝が落ちていたでしょ。焚き火で焼けばきっと食べられるわ。焚き火作りには木材がいりそうだけど、海辺に落ちてる壊れた樽や流木からなら取れそうよね。ゴツゴツした岩の上じゃ寝られないわ。ベッドは絶対必要よ。どうにかしてわらベッドを作れない？ルルとあなたたちの分3つ作ってお部屋の中に敷いてちょうだい。わがままだな。おい貴様、急にベラベラ喋りやがって。勝手に話を進めるな。あなたは黙ってなさい。そもそも何なのよ、そのお腹丸出しの服は。何？無礼な女だ。貴様、八つ裂きにされたいのか。仲良くしようね。ねえ、ビルダー見習いさん。お願いしたもの、あなたなら作れるわよね。てか、この子はビルダーじゃないの？作れるけどそう言ってくれると思ったわ。いくらお尻の青い見習いでもこれくらい作れなきゃ。これはルルからのビルダー見習いミッションよ。張り切って作ってね。ちっ、おかしな女だぜ。なんだよミッションって。なあ、この女、やっぱり息の根を止めようぜ。仲悪いな、二人とも。じゃあちょっと私は頑張りますか。何ついてくんの君。まったく、泣いたりわめいたり急に命令してきたり、ふざけた女だぜ。貴様はあの女の使いっ走りじゃないんだ。面倒なら無視しろよ。まあまあ。何？遭難して困ってる。助けてあげようだとおかしなやつだな。貴様だって遭難者じゃないか。まあね。そういえば貴様ら、ビルダーとか物を作るとか抜かしてやがったが。物を作るってなんだ？君は日本語がわからないのかい？まあいい。退屈しのぎにはなりそうだ。物作りってやつ、俺も付き合ってやる。そうだな。まずは部屋作りってやつからやってみたらどうだ？そのつもりよ。やり方がわからなかったら、もう一度あの女に話を聞くんだな。とりあえずわかるから。よいしょー。壁が2段あればいいよね。頑張って作りますか。ボロの作業台、これか。なるほどね。オッケーオッケー。これをさ、2ついっぺんに持ったりとかしたいわけよ、私は。でもこれで一応、向こう側もあるんかな、もしかして。空き部屋。一応部屋ができた、これで。わあ！早速お部屋ができたのね。見習いにしては仕事が早いじゃない。2段以上の壁を作って、扉をつければお部屋になるわ。魔物が来てもお部屋の中ならへっちゃらよ。空からならいくらでも来れそうだけどね。ありがとう、見習いさん。仕方がないからこのお部屋、あなたたちにも使わせてあげるわね。これでお部屋を作って達成。次、焚き火で料理やね。あの女が言ってやがった部屋作りってやつはできたみたいだな。あとは確か焚き火で桃貝を焼いて料理を作れって言ってやがったが、貴様そんなことできるのか？まあなんとか。お、ひらめいた。新たなレシピをひらめいた。めっちゃなんか陽気やね。枝を組んで作った明るく暖かい照明、食材を入れると料理ができる。よし、焚き火を作りましょう。ん？どうした？急に薄汚れた本を引っ張り出して。何？焚き火をひらめいた。素材があれば作れるだと？ほ？木材と油を素材に、そこにあるボロの作業台で作るんだな。だったらこれを使えよ。島にいた邪魔なスライムを絞り上げたら出てきたんだ。さっきのやつじゃない？かわいそう。スライムの油か。あとは木材ってやつだが、あの女は海辺の壊れた樽や流木からなら取れるって言ってたな。さあ、早く素材を手に入れて焚き火ってやつを作ってみせろよ。とりあえず、作れるんじゃないかな。はい、作ります。何？めっちゃなんか戸を開けて、キョロ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 しよるけどどうした？とりあえずこの辺に焚き火を置こうかなと。あれ？違う。はい、焚き火を置きます。ほう、それが焚き火ってやつか。なかなか派手に燃えそうだな。それで、そいつをどうするんだ？焚き火で料理、材料選び、X で入れて A で料理開始。まずは桃貝を探して料理しよう。桃貝、探しに行こう。てか、お前も手伝えよ。お前もなんか拾ってこいよ。攻撃するぞ。お桃貝どんなやつ？どれを殴れば桃貝になりますかね？中かなもしかして。桃貝。でもこれ普通に流木やな。桃貝、どれやねん。ないやん。桃貝。全然見当たらないんだけど、桃貝。これ、ただの。お？モンスターがいる。なるほど。モンスターいるのね、いっぱい。いっぱいいたわ、なんか。桃貝。これ、ジャンプの方が早くね？あ、あれか。おい、貴様。何？俺にはまだいまいちわからない。ものづくりとか素材とかビルダーとか、一体何のことなんだ？だからね。ほう。落ちてるものを殴ってぶっ壊せば、ものを作るための素材になるか。そして、素材から新しいものを作り出す。それがビルダーなんだな。うん、そういうことよ。ん？ビルダーは世界中にいる？ものづくりを知らないなんておかしいだと？貴様、人のことをおかしいだなんて、なかなか言うじゃないか。俺は物を壊すのは得意なんだ。素材集めってやつ、俺も手伝ってやる。あの女は桃貝ってやつが海辺に落ちてるって言ってたな。ひょっとしたらこの辺りにあるかもな。このブクブクなってるのがちょっと気になるんだけど。何もないのか。この辺り、あ、これか、桃貝もしや。これや、きっと。あったよ、桃貝。ほら。イエーイ。なんだ、その妙な形のやつは。これが桃貝よ。そうか、それがあの女の言ってた、桃貝ってやつだな。なんだか危険な匂いがする。まさか生で食うなんて言わないよな。言わないよ。ちゃんと、あれどここれ。あっちか。あれどこ行った？小屋がなくなった。あれ小屋どこ？小屋の場所がわからなくなったんだけど。ここはどこでしょうか？あらすでに迷子私。ちょ待って、あ、あそこや。ふぅ、危ない。めっちゃ危ない。はい、じゃあここで。入れて、料理。お？桃貝ってやつを焚き火に突っ込んだのか。そうか、桃貝を焼こうってわけだ。料理ってやつもものづくりなんだな。桃貝が焼けるまで少し時間かかりそうだ。ここで様子を見ていようぜ。料理には時間がかかる。料理は出来上がるまでに時間がかかる。焦らず出来上がるのを待とう。あ、一応そういうなんか時間経過があると。でもあっという間にできそうやね。別にその場で待つ必要ない気がするけど。何かしらこの間にも、わかめよ。お、できた。焼き桃貝を初めて作った。くん。お、匂いを嗅ぎ取ってきた。わ、早速焼き桃貝を作ってくれたのね。それ、もらってもいい？いいよ、別に。あ、やっぱやだ。まあ、じらすなんていい度胸ね。いいから早くルルに食べさせて。わかったわい。はい。もく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 。うん。生臭さと砂のジャリジャリ感が相まってとっても美味しいわ。それは美味しいのかまずそうだけど。食べられそうな素材を焚き火に入れて少し待てばお料理を作れるの。そのまま食べるよりお腹も膨れて体力もたくさん回復するはずよ。素材を見つけたらどんどん作ってみてね。さあこれであとはベッドを作る。そうだ、まだ聞いてなかったわね。あなたたち、名前は何て言うの？私はアユナです。アユナと指導か。アイナがビルダーなのは分かったけど、あなたは何者なの？それが、ここに来るまでの記憶がまるでないんだ。どうやら記憶喪失ってやつらしい。へえ、ビルダー見習いに記憶喪失ね。なんだか面白いコンビじゃない。何？こんな弱っちそうなやつと俺がコンビ？寝言は寝てから言いやがれ。こっちのセリフだよ。はあ、寝言といえばルル、お腹が膨れて眠くなっちゃった。アイナ、早くわらベッドを作ってお部屋の中に敷いてちょうだい。うるせえな、何様なんだよ。お、新たなレシピ。わらベッド。草を集めておいただけの簡単な寝床。眠れる家具。これ3ついるって言ったよね。ん？なんだよ、やたらと嬉しそうにしやがって。また何かひらめいたのか？そうそう。ほう、わらベッドをひらめいたんだな。枯れ草を素材にすれば作れるわけだ。それっぽい草なら、この海岸西の奥で見たぜ。なんならあたりを探してみるか？西の奥。じゃあちょっと行きますかね。またしてもなんか、小屋の中に閉じこもってったけど。西の、あ、これかなもしかして。この辺のが枯れ草ですか？お、これやこれ。やったね。まあ、この辺にいっぱい生えとるけん。これはとりあえず。あ、ありがとう！めっちゃ助かる。もうなんか手伝うとか言いながら何もやってくれんやんって思いよったけど、ちゃんとやってくれてるわ。しかもちゃんとこうね、持ち物欄に入っていくっていう。いや、嬉しいです。ありがとう。よいしょよいしょ。あ、もうこれぐらいで OK なんじゃないの？ありがとう。何個必要か知らんけどもさ、なんならそのスライムもぶっ飛ばしてくれていいけど。そこまではしてくれんか。よっ。は、てや。はい、オッケー。じゃあ、とりあえずこれでわらベッドを作りましょう。これはどういう基準で手伝ってくれよんやろうね。なんかこっちが大量にいろいろと取っていきよったら手伝ってくれるみたいな感じかな。はい、これでわらベッドを3つ作ります。はい。イェーイ。さあ、じゃあこれを敷きましょうかね。わらベッド。じゃあ、ここに。は、ちょ、君邪魔なんですけど。よいしょ。ちょっと待って。ちょっと待って、これどうやって。あ、できたできた。攻撃すればいいんか。はい。そして、はい。わあ、ベッドを3つ敷いてくれたのね。とってもいい出来じゃない。ベッドがあれば、昼間は体を休めて体力を回復できるの。夜に眠れば朝までぐっすりで済めるわ。それにしても、こんな無人島でビルダーと一緒だなんて、パパとママが知ったらどう思うかしら。お金持ちか何かなの？ルルのパパとママはハーゴン兄弟に殺されたの。ルプガナっていう町で戦いに巻き込まれて、聞いたことないの。仕返ししようと思ってあの船に忍び込んだんだけど、気づいたら捕まって、最後はこんな島に。パパ、ママ、無人島で変な男に絡まれても、ルルは元気よ。ルルのこと、お空から守っててね。めっちゃ喧嘩売りやん。とにかくこれで夜になったらベッドでゆっくり寝られるわ。二人ともどうもありがとう。さあ、これで全てのミッションクリアー。いいね。なんかあれさ、そのまま LINE スタンプとかになりそうじゃない？お部屋作りと食べ物作り、それにベッドの準備も全部やってくれたのね。見習いとは思えない素敵なビルダーぶりだったわ。どうもありがとう、アイナ。こんな島に遭難しちゃったけど、アイナのものづくりを見ていたら、ルルなんだか楽しくなってきちゃった。あなたと一緒なら、ここでの遭難生活もちょっぴり楽しいかも。改めてよろしくね、アイナ。もうこき使わないでね。シド、あんたはもう少し文化的になってちょうだい。ルルたちを貴様なんて呼んじゃダメ。さあ、アリナ。これからは毎日、焼きもんがい30個と昆布を50個、ルルのために持ってきてね。ふざけんな。何充実しようとしたの、一人だけ。信じられない。はい、ミッション、ルルのお願い、コンプリート。いいね。眠いわね。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんかめっちゃわがままな女の子なんやけど、これはこれからどうなっていくんだ。